よし、お待たせしました。配信はい、ツイートしたので配信を始めます。ゲームをやります。よし、 OK。 前回の続きからっすね。前から何も、前から何も進んでないので今日も途中からになります。はいはいはい。あ、寝れるのか。どうしようかな、寝よっか。特に、あ、いやでも待って、外の様子見たいな。外の様子先見よう。あ、これは前読んだ。もうなんか数日空けたからどこまでしてたのか忘れちゃったね。メール返ってきてるよ。私お家で遊んでもう帰るとこだよ。もうお部屋入れる。どうしたのネット、私の部屋に勝手に行かないでね。この上この上でもなんか階段しか繋がってなくない。あ、そういうことか。あ、ゴミ箱はされるやん。怒られそう。行かないでねって言うとあれだよね、行きたくなっちゃうよね。ここは入れない。ここはメトロライン、今はまだ開通してないので中には入れない。そうなの。男は常に全身エスケープを使って退却なんて思ってないほかだな。なあ、エスケープを使って、お、あ、なんだっけ、ジャイアンみたいなやつ。いいえ。すごい、ゲームキューブも置いてある。特に何かやるってわけじゃないのかな。疲れてるやん。もういいか、言いすぎて。早く隠れてあげな。待って、キャノンのチップコードは ABCDE の5種類なんだ。コードがアルファベット順に並んでるチップって珍しいよね。怪しいよこれ。どう怪しいんだ、キャノン。おばあちゃん意外とできるのかもしれんな。なんていう子だっけここの子。ペットのことが知りたくてわざわざ来た。あ、いや、いや、ヤイトちゃんね。ヤイトちゃんちは羽毛布団だ。寒い冬もぬくぬくと眠れそうだ。何？電話。あー、ここからつなげられるんだ一応。ヤイトちゃんここ一人で住んでんの今の。お父さんとお母さんの子供でなきゃやだな。ええ子やな。よし、寝るか。次の日にしよう。あ、てかロックマンに話しても寝るしか言わなくなっちゃったんだけど、ね、寝ます。はい、オーブンレンジ連続火吹き事件から数日後。お、デンサンシティ秋原小学校、間違いないでますな。な、間違いないでますな、合ってる、にやり。たくなんで起こしてくんねんだよ。何回も起こしたってば。ネット君が、あ、時間はあと5分。みんなは、もうここについてるだよな。もうみんな教室に入っちゃったみたいだね。ロックマン、新しいメールは僕の話聞いてる。早く教室に行けばいいんだろ。もう新しいメールは2件。1つはメールニュース、最近小学生のネット犯罪が急増だって。マジ。もう1つはヤイトちゃんから、ホームルーム大変しておいてあげたから後で何か起こってよね、だって。チェイ、アイトのやつ。じゃあゆっくり行こっか。ああ、もうまたメールチェック。あ、メール、メールどうやって開く、こうか。あ、これあれか。学校単位でネット犯罪を犯す小学生、原因は今のところ不明。一
光くんまた遅刻？ホームルーム代返しておいてあげたから後で何か起こったよね。学校の中歩くの初めてじゃね？保健室だ。あれ？別クラス。別クラス誰もいない。あ、誰ですか？君は5年生だろ？早く2階に行きなさい。階段？そこの扉の向こうだ。ここ5年何組なの？なんかローラースケート履いてるみたいな歩き方やな。5年 A 組かい？あ、後ろから、あ、はいはい。あれ、さっきフフフって言ってたおじさん。ね、ネットのさ、あの席一番前ならバレるよ。いや、バレるバレる、後ろでもバレるのに。うまくいった、本当かよ。というわけで、こちらが日暮先生です。今日から2週間先生と一緒に皆さんに勉強を教えてくださいます。日暮です。ん？日暮出ます。趣味はバトルチップ集めてます。皆さん情報交換をしよう出ます。特にレアチップを持っている人、僕に一声かけてほしい出ます。出ます。この先生ちょっと危なくない？確かにちょっと変わってるよね。まさにオタクって感じだよな。でも本物のオタクに悪人はなしって言うしね。とにかく日暮先生と一緒に楽しく勉強していきましょうね。じゃあこれでホームルーム終わります。アクトリお疲れ様で、まずいらっしゃい、よかったりくしててね。なんか気持ち悪い先生だったな。でもチップの交換してもらおうかな。これでチップ交換して悪さしちゃうんじゃないの。ブラックボードって昔黒板って言ってたんだって。書いた文字は黒板消しっていうので消してポンポンしたんだって。面倒っぽいね。今ペットをプラグインしてナビにデータを消してもらうだけだから簡単だよね。じゃあ日直の仕事とかめっちゃいいじゃん。いいな。あれ、粉嫌いなんだよね。頭からかぶるの。上の方だとさ。日暮先生ってちょっと変わった先生だったね。そうだね。机にはそのクラスの匂いがある。何それ？匂い？今忙しいから話しかけないで。なんかやってる。昨日の宿題今やってんだよ。頑張って。今日もいい日でありますように。ワールド3のネットワーク支配計画なんて実現しませんように。昨日が七夕だったよ。ウイルスバスティングしてたらすごく不思議なことがあったんだけど、当然聞くでしょ？うん。あれはキャノンを3つ選んだ時なんだけど、急にその3枚が光り出してレアっぽいチップに変身してさ、ちょっとビビったわね。そのチップ、その時だけでまた元に戻っちゃったわよ。キャノンの ABC っていうのと組み合わせればいいってこと？あんな軟弱なお宅が強制だってよ。強制だってよ。気に入らね。ネット君、デカオ君に飲んでいいよ。あいついつもバトルしてるじゃん。ABCDEFG。なんだ？英語の勉強中ですか？チップコードって覚えるの難しいね。でもうちのお兄ちゃん言ってたよ。順番を覚えておくとバトルの時にいいことあるって。なんか順番に並べるとありそうなのか。あ、先生が来るよ。では1時間目の授業を始める出ます。先生、マリコ先生はどうしたんですか？マリコ先生出ますか？急に気分が悪くなったと言って保健室で寝てるでざます。ざますじゃねえ。ざますじゃない。静かにする出ます。なので1時間目は自習出ます。やったん、喜ぶな。早出ます。算数ドリルのプログラムはセットしていくでざま行くでます。後でチェックする出ます。チェー。ではブラックボードにプラグイン出ます。ではみんな頑張る出ますよ。1時間目から算数はきついなーって。ん、いや、なにこれ。我々のネットワーク支配計画の本当の目的を今ここに発表する。もっと大々的にした方がいいんじゃないの、それって。こんな教室のさ黒板だけでいいの。戦った方が良かった？ネット君、これワールド3の違う、うん、ワールド3でやってるか。演説プログラムだよ。ワールド3の本当のワールド3だっけ。ま、どうするしちゃった。本当の目的は終末戦争を起こすことじゃ。そのために軍事ネットワークなど全てのネットワークを支配するのだ。こんな堕落した世界は
デリートじゃん。怖いよ。ワールド3合ってた。どうしてひどいよ。そしてこの偉大なる計画を支える優秀なスタッフをワールド3では必要としておる。そのための教育プログラムを今からスタートさせる。子供たちをしっかり勉強して我がワールド3の忠実なしもべとなるのじゃ。なんだよそんなのやってらんねえぜ。ダメ、端末の電源切れないよ。あれ、扉も鍵がかかってる。俺様とガッツマンがプログラムを止めてやるぜ。みんな安心しな。これで、あれなんじゃないの？子供たちに止めさせること自体が、そもそも犯罪の一環として行われてるみたいな感じなんじゃないの？お前には無理だ。え？え、顔じゃダメだと思うのよね。じゃあ行くぜ、ガッツマン。光くんに任せた方が。うるせえぞ、そこ。ガッツマン、行くぜ、行け。あ、やめてって言ってる。あー。やられたのね。デカオくん、バックアップは。ならまあいいじゃん。さあ、真打ちの登場よ、光くん。ネットお願い。ネットくんやろう。やれやれ、しょうがねえ。行くぜ、ロックマン。教育熱心な組織や監視監視しとる場合かよ。バックマンにあんまり無茶させないでね。大事な友達なんだから。よかったら私のナビロールも一緒に連れてって。え、何？二人やった。ロール R をゲット。バトル中にロールを使えます。チップデータと一緒な感じなの。しかしプラグインできそうだ。あ、ここ？どっからプラグインさせるの？あ、違う、 R ボタンだっけ。あ、どれだっけ。ちょっとプラグインの仕方忘れました。あ、いけたいけた。場所が悪かった。やりやり系、やりやり系主人公。あ、誰かいる。ネットワークの形かなり変わっちゃってる。ワールド3のやつらの仕業だよ。ネットワークすぐには治りそうにねえな。ロックマン、まず教室の扉をロックしてるプログラムを解除しよう。このままじゃ頭おかしくなる。了解。君はここから下の方に行くと扉ロックがあるの見えます。普段ならすぐ行けるんですが、ネットワークが断裂してますからね。行けないと。君は誰だい？この間、ああ、あの子の、ヤイトちゃんの職員室のサーバーが何者かにジャックされてしまったようですね。もしそっちの方に行くならウイルスにお気をつけて。ありがとう。本当はここへ行けるのか。まず行ける方向行きましょう。お、なんか見たことない敵いる。クロスガンでいいかな。あ、何その飛び方。え、待って、これ痛い。あ、やばい。かなり厄介だな。あ、痛い。あ、一回乗ると崩れちゃうんだ。うわー。ソード、ソードしか使えないね。よし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 。どれでも倒せるからこれで。今最初 A と B 間違えてたわ。グダグダ。ちょっと数日空くとこのざまよ。お、鉛筆だ、 HB。 あ、ごめん、何、なんか止めちゃった、ごめんね。あいつ厄介だから先倒したいな。ソードこんなにあってもいらないけど、まあいいや、つけとくか。変えよう。クロスガン
クロスが2回でいいか。こう。こう。間違えた。こう。ボタン少ないのに。ボタン少ないのに間違えちゃったね。これ、意味ない。キャノンで。うー。オッケー。あ、なんか後ろの数字、あれか、意味あるのかなと思ったけど、特にない。あ、なるほどね。行ったり来たりしてしまった。うまい！やったー。ショックウェーブ L。 ショックウェーブ L。 あ、ここで見れるか。ショックウェーブ、地面に沿って進む。あー、このコアがやってくる攻撃か。貫通攻撃、貫通攻撃。ちょっと装備しといてもいいな。L でしょ？ L のやつ。あ、ミニウォームとかはそうか。あ、結構いっぱいあるな。パネルアウトそんな使わないから、1個外すか。こうするわ。よし、行こう。来た！これ貫通で60ずつ通るの？強くない？だったら。そう。待って。これ L か。L だからパネルアウトとショックウェーブが使えるのか。じゃあ、これ1回外して、こうしよっか。こいつが来るのを待ちたいんだけど。来た。あは、違うわ。クロスガンと間違えた完全に今。ソードを狙うか。アイリアスチールもしちゃおう。これ、前後入れ替えたいんだけど。頭回ってないね、今日ね。全然前来やんやん、あいつ。来たー。よーし。順番は、選ぶときに順番決めないとダメなのかな。扉ロックのあるところに行きますか？あ、そうですね。いいんじゃない？いや、急がば回れですよ。いいんって。あ、順番そうなんだ。じゃ最初に選ばなきゃダメなんだね。ソード。ソード。ソードでいいか。痛い！40の。あ、ミニボムでいいや。うん、オッケー。ここね。急がば回れって言ってたね。うわ、なんかすっごい入り組んでる。お、なんか見たことないやついんじゃん。L、J、S、I、全部違う。そうだな。あの大きいやつがどういう動きしてくるか見たいな。ああ、お前そういうタイプかよ。最悪。横流しだったな。ショットガン2発撃っても死なないな。これ1個後ろに下がってた方がいいか。ああ、なるほどね。届くんだね。ああ、3か。15。これやってみる。見たことないよね、これ。OK。
なんか隅々まで調べたいよね、ここね。パスコードの入力が必要。ええネットくん、あ、よかった1,2,3,4,5,6,7,8,9 9個かな、9個だね。よーし、OK。よかったー。これで教室の扉を開くはず。サンキュー、みんなを脱出させる。えらい。今すごい顔してた私マジ？ワイドソードでもいいが。いくつあるかわかんないけど、ワイドソードでいくか。 OK、 うまい。お、アースクイック名前よ。演説プログラムが実行されて、その時来たウイルスにみんなやられてしまいました。そうかい。ここから教室に、あれ、さっきと別の教室だな今の。エスケープもできるね。うん、でも倒したい。ちょっとテンポ悪くなっちゃうけど。戦って得られる経験値は全部あ、経験値ないか、お金はね、全部手に入れたいからね。いた、自分から当たりに行っちゃった。30だからキャノンでいいかな。じっくりやりんさい。うん、そうするわ。ちょっとアーカイブ残ったらグダグダになってるかもしれないけど、一応これも切り取るつもりだから、これ C か。あ、くそ、あ、くそ、くそ、あー80でしょ。80か。これ、うん、どうしようかな。ショットガン2発撃って、おー、外したやつおるあー、これすごい当たっちゃう。44キャノン、あ、ミニボム、これでいこう。あいつは左右にしか動けないんだな。今噛んだとこも、あ、何が、アーカイブは全部残すけど、あの切り抜きの時には噛んだところは消すかも。あ、でも必要な文章だったらそのまま残すかも。こいつはどういう動きをしてくるんだ。ソード3発打てるわ。前に来ないかな。なんだ、横だけか。あ、そういうこと？自分の目の前、うわ！くそ！あ、こっち来いや。あ！よし！これむずいな。あれ、 B でもいけるっけ。キャノン入れれるんだ。あれ、入ってない。あー、こいつ、あー、こいつどうしたらいい。あ、こういうことか。あれ、でもこれって当たんなきゃ誘爆しなくね。
同じ種類は番号関係ないの。あ、そうなんだ。当たった。よーし。無理やり倒したわ。これ、ここか。あ、やった、金だ。同じ種類は番号関係ない。あ、読んだわ。知らなかった。え、知らなかったんだけど。え、じゃあ別のあれでも大丈夫なんだ。またいるよ。ひとまずショックウェーブでいいかな。キャノンキャノンであいつ出すか。うん。あ、だ、自分から当たるなって。考えることがいっぱいで喋れないんだけど。ちょっと邪魔しないで、あの人。よし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 。よし。よしよしよし。無理やり。ショットガンは即発で発射できるから無理やりやっちゃった。あれ、これこっちじゃないのか。あれ、待って、迷子なんだけど。違うな。あれ、ちょ、ま、迷子じゃん。ま、ん、なんだ、どこ行けばいいんだ。よし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 あ、やった、インビジブルあ、違うな。さっき扉開けた方か。教室違ったから、あそこで行くのかな。めっちゃエンカウントすんだけど。ソードで行こうかしら。いた。避けるの楽しくなっちゃって。キャノンね。くそー、キャノンは遅いんだな。あ、くる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 ぞ。こう、よし。よし、教室ね、教室の方行こう。開けた先ね。あー、パタパタしてるやつ。ショットガンであいつ倒したいな。外す。ボム使っちゃおうかな。あ、後ろやっちゃった。しまった。ソード。これ待機。よし、オッケー。アースクエイクとかつけてみてもいいかもね。面白そう。相手の行動制限しながら。てか、あれじゃね？どれだっけ？パネルアートの上位互換じゃね？アースクエイク。あ、上位互換ではないか。いっぺんに落とすわけじゃないから。H ってなんかつけてたっけ？ H、ここもつけてないね。H 他何あった？ちょっと、どうやって、コード順。アースクエイクしかないのか。インビジブルアイ。
当たらない。ふーん。なるほど。あ、ロールちゃん出しとく？あ、回復系なんだ。R って、も、ないよね。あ、違う違う違う。R1 個しかないや。ロールちゃんでもつけとくか。せっかくもらったし、ソード1個外して。うん、これにしよう。よし、オッケー。お、ここでは図書室の貸し出しデータなどを管理しています。今はワールド3のせいでめちゃくちゃ。お願いです、早くネットワークを元に戻してください。ここ図書室なんだ。パスコードの入力、世界の歴史の関数。オッケー。図書室までまず行かなきゃいけないのか。忙しい。図書室どこだろう。ここか？あ、図書って書いてあるわ。こんにちは。ブラックボードはないけど、パソコンの中ではやっぱり演説が流れてるのよ。じゃなくて、世界の歴史。30巻。結構あるな。パスコード2桁ってだいぶガバよな。あ、でもこっちの先は多分、正規ルートだから、ちょっと寄り道。他のルートも、あさる。こいつらよう動くやつやな。これどっちに撃った？ここ危ない。ああ、後ろのやつに一発も当たってないんだけどじゃあ回復しよう。よし、遅いから当たんねえや当たんねえや。うーん、ショットガン、ショットガン、素早さこそ正義よ。よし、やっと倒した。手こずった。んーと、こっちか。こっちもあるね。なんもない。先が思いやられますな大丈夫よ、大丈夫大丈夫。ん？あ、違うわ。でもマジでね、今日頭働いてないと思う。くそ、ちょっと斜めになってくんないじゃん、この人たち。なんだよ。危ない危ない、来たそれは待ってた。アスクイック 1A が手に入ったね。はい、キャノン、はい、キャノン。キャノン砲。なんか、火力が高いのか。はい。スプレッドガン。範囲攻撃。なるほどね。クロスガン1個交換する、交換するか。あ、待って待って待って。んで、A のアースクエイクが来たから、キャノンのとこに、
も組み込みたいわけですよ。ミニのキャノン1個落とすか。よし、これでいこう。来た。お、ロールちゃん来たけど今いらんな。初手ロールは別にいらないんやな。遊ばれてる。あはもう、これはこうだな。はい。あ、違います。よしよしよし、来た来た来た。エリアスチールからのソード。届く。近く、一個手前来なくね、あの子。あ、ダメだ。あー、使えるものがほぼないですね。まあ、エリア取っとくだけ取っとくか。あ、いや、当たるんかい。あ、マジでなんか、あれなんだけど、遅いやつしか来ないんだけど。ショックウェーブ打ってみるか。これさ、お、あ、当たった。タイミング。そういうことじゃなくて私したかったの。タイミング良すぎたな今。じゃあ先行きましょう。セスナの見切りじゃねえんだ。そういうゲームじゃない。そういうあれじゃなかったね今のね。思ってんと違ったわ。チャンス。よし、これかな。いや待ってよ、これでいっか。あ、間違えた。これ3マス先のやつだった。もう頭働いてなさすぎる。もういいや、ショットガンで倒そう。え、ロール使わん、え、だって HP マックスじゃん今。え、上限超えるの？ロールって。そんなことある？解除するにはパスコードの入力が必要です。キーワードなし。え？いいや、とにかくやってみよう。なし。ゼロってこと？コードが小さすぎます。入力拒否。あ、なし。逆にしてみる？なし。今度は小さい。待って、もう一回読まして、さっきの。パスコードの入力が必要です。キーワードなし。何？どういうこと？でもハイかローは教えてくれる。そうだね、ハイかローは教えてくれるね。え、さっき47で小さかったよね。50ぐらいでいってみる。まだ小さい。60は？10の位が違います。え、間違いすぎてヒントいっぱいくれるんだけど、これガバガバかよ。え？あ、74でも小さいの。
一個ずつ刻んでるけど、こういう方法じゃない。あやられた。一の位が大きくなりましたね。もう、こんなんできないって。職員室のサーバーどこにあるか分かるか。いやお前ネット力になれよ。こういう時のネットだろ。ちょっとどうしよう。分かんない。キーワードなし。74だと思ったんだけどな、違うんだよな。一桁が変わったって言ったよね。もう一回74でやってみる。あれ大きい。あれ74で大きくなった。73だ。え、わかんない、わかんない。70? え？あれ今どっちだった？小さかった？わかんねえ、わかんねえ。60大きいって言ってたね。50。1の位が違います。50代ってこと。あー10の位が小さくなりました。46 44。いいよな。 3？ もう助けて。ハイローで特定できるとかじゃなくて、え、そういうこと。10の位が大きくなっちゃった。40は50 45 7 8。くそ、待って、ずっと小さいよな。50ってこと。あれ、まあ分かんなくなっちゃった。もう60でもないの。あれ、うん、1の位が違います。ってことは10は合ってるってことだよね。え、違うのか。これ刻んでった方がいいのかな。ちょっとやばいんだけど、私ここで1時間使うのか。いや待てよ。いや違う、今50でやったから45ぐらいでいってみる。
てくれ、助けてくれ。あ、ちょっと小さいって言ったね。あ、間違えた。まあ、いい。こう。勘弁してくれ。勘弁してくれ、マジで。50は？大きい。45。大きい。まだ大きい。10のくらい大きくなったって言ったよね。え、どうやって特定すればいいのこれ、マジで。これ本当に小学生やってたの？大きかった？マジ？マジ？あー、やばい。やばい、沼だ。1のくらいが小さくなりましたって、この場合小さくなるってどういう状態？あ、違う。だから、違うわ。こっから0が小さくなるんじゃなくて、正解が小さくなるわけだから0じゃないのか。だから4、ん？ 40 で合ってんのか？ 10 のくらいが違うと。0は合ってんだな？できた。やっとできた。何分かかったんだよ、ここ。ああ、もう今日やったよ。今日やった。普段なら右上にまっすぐ職員室のサーバーまで行けるんですが、今はネットワークが途切れています。そうですか。もうどうでもいいです。もうさっきの解けたので何でもいいです。お願い。この校舎の扉の数を合計。本でも読んで気を紛らわせなきゃね。余裕だな。まず1枚でしょ、ここ。1、2、3、4、5、6。上が6枚。ここも含むよね。え、1枚じゃないの？ここ階段だもんな。7、8、9、10、11、12、13、14。扉の数。これは15と数えるべきか、16と数えるべきか。15で、あ、違う、15。どうだろう、16かな。あー、よかったー。これどこ？あー、さらに向こうか。そうなのか。ここは？ミニボム。もう、ミニボム使い勝手悪いぞ。これちょっと貯めとくか。来た。
ソードいっぱい使える。ソードソードワイドソードソードソードワイドソード、これでいこう。意味がないな。キャノン、でいいか。もうダメだ、もうダメだあ、これやばい、もうロールちゃん、ロールちゃんいる。でもロールちゃんやったらこのターン行動できない。まあいいや。お、強っ、痛いロールちゃん攻撃をしてくれるの。私回復だけだと思ってたわ。てかあの耳みたいな、耳というか触覚みたいなので攻撃するんだね。74からいくかさっきと一緒。小さい。これは10のくらいかいって84949090、小さいって言ってたよね。96、マジやった何？どこのブラックボードからでもプラグインできるんだよ。知ってた？あ、そうなんだ。ダメージある？ダメージあるって私分かってなかったわ。回復だけだと思ってた、ロールちゃん。これは使い勝手が良い。あ、あー。そうだ。あ、でも、あいつら手前に、あ、いや、いや、来るわ。ショットガンでいきます。あ、当たった。キャノン遅いんだよな。出があいつの、いや、ここにいて、むずい、むずい。ロールちゃんこれ勝手に言ってくれます勝手に攻撃しに行ってくれますか、ロールちゃん。ロールちゃん、あ、え、嘘、マジマジ今ダメだと思った判定あったやったぜ。これやってみる。3マス前に踏んどう落として攻撃。これさ、あいつに当てたらどうなるんだ。あ、いや、あいつ動くから関係ねえや。ひとまずこれで、あいつの行動制限できたけど、よし、ミニボムでいいかな。ちょ、ミニボム3マス先って すぐ忘れる私。もうほんとダメあ、もうダメだひどいキャノンでいこう。普通に死にそうじゃね、危ないわ
スプレッドガン H。 今日はちょっとここ学校救ったら終わろうかな。視聴覚室の方に行くなら気をつけてください。ネットワークがめちゃめちゃになってます。視聴覚室なんて久々に聞いた。ソード2本で行こうかな。あ、ロールちゃんいるけど、じゃあソード2本で行こう。疲れちゃってる。ちょっと疲れちゃったわ。あのコード入力でマジで疲れた。あ、ねえ、これロングソードじゃないんだけど。ロールちゃん頼んだ。これ触覚で攻撃するのちょっとシュールなんだよな。強い。ロールちゃんの攻撃力見てみようかな。ロール、どこ、めっちゃある。思ったよりチップあるな。いったよ攻撃。60ってこと？あ、60か。60効くのか。強っ。60もあるの。確定で当ててくれるしな、時止めで。強くね。これミニボムいくか。ミニボムさっきからひどいけど。こうして、なんかうまい具合に当たってくんないかなって思ったけど、避けるよねやっぱりね。そうだよね。そりゃそうじゃ。波と戦う機会があれば勝つともらえたりするからおすすめ。あ、なるほどね。あ、そのためのあれなのか。じゃああれか、ガッツマンとかももらえるってことか。何笑う時間。ちょっともう。はい、いくよ。当たったけど。撃た。あ、ワイドソード。あ、いやでもワイドソードだからなんだって話よね。これはできるけど、5だったもんな。別に頑張れば倒せたよね、一人で。鬱陶しい、あいつ。ショットガン、ショットガン、ショットガンがいいわ。よし、オッケー。お、リカバリー。見かねたらしい。ここはいけない。あ、クロス間でいこうかな。よし、よし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 。やっとまともな戦闘ができた気がする。黙っちゃったけど。あ、なに、びっくりした。ぐわね、ネットくん、どうした、ごめん。え、トラップ、昇格室のあたり、ごめん。気にすんな、調べてみる。あーあーあーあああ、昇格室、これ PC ってやつ。いった、びっくりした。てらん。で、あれさっきの。あの人追っかけた方がいいような気がするけど。ロックマンが やばそうだから。電源が切れている。これじゃないのかな？黒板かな？あ！メモリ不足でフリーズしている。不要なアプリケーションを閉じてメモリを回復しますか？はい。そんだけだったの。よかったね。だから気にすんなって。よし、行こう。あ、おねえ、あって。もう
いや、待て待て待て、おすすけなしじゃなくて50から行こう。大きいと。じゃあ40は大きい。30大きい。20 10は15 4。まあいいや。はあ、だから14より多分小さかったから13 23 24。いや待ってよ、33 43。あれあれ、どこまで大きくなったの。70は、あれ大きくなりました。80 87。あ、7は合ってると。97。あー、ちょっと慣れてきた、このパスコード解除やっとアースクイックめっちゃ手に入るね。馬ってどこに、どこの部分だったんだろう。多分そう、コードじゃないよね。戦いかな。はい、オッケー。あいつ楽だわ、こっち来てくれるから。それし、なんかあの四方八方に動くからさ、ソードが当たりやすくていい、あいつ。なんか見たことないやつ来た。80。動かないんだけど。怖っ、わ、怖っ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 。次元爆弾。ひぃっ、あっ、よし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 怖いわ。エリアスチールしちゃうか。エリアスチールしちゃおう。いや、あいつら行動早すぎるんだけど、マジで。ショットガンじゃなくて、キャノンか。キャノン撃つか。あー、違う、お前らに使いたいんだよ、武器は。あ、待って待って。ソードでいけるか？ソードいっとく？うん。よし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 。そうなるのか。よしゴリ押し、うん、お、なんかいるぞあそこ。スプレッドガン、アイアイ、ハイキャノン。あ、ハイキャノン初めて撃つね。キャノンでいいかな。あいつはこっち来るまで待とうかな。くそ。オッケー、よしちょっとゴールが見えてウキウキです、私は。もうすぐや。連動しているみたい。ほんほんほん。マリコ先生が持ってる。なんでそんなことまでわかるんだ。マリコ先生探そう。マリコ先生保健室にいるって言ったよな。1年生だよ。教室のみんな大丈夫かな。え、マリコ先生どこ行ったの。あ、違う、体調悪いから早退したって言ったか。サーバーを。わあ、何ここ。体調悪くないじゃん喉が
ちろん。うん、ありがとう。それにしてもあの日暮れって人を許さないわよ。パスカードいいわ、今は光くんが頼りだものマジ先生、セキュリティ甘すぎよみんなを助けてあげてね。はい、え、待って、これどこにあれすんの。先生全員が持っている身分証明書、タイムカードの機能もついている。じゃああれか、職員室行けばいいのかな。これ？お、ちょっと先生にカード返そう。先に違います、小さすぎます。大きい。あっ、くそ、10の位が大きくなった。22でいってみるかね。4052、2は OK、 大きい。 42OK、 よーしよしよし、なんか、あ、あれが頭なのか。ここまで来るとはなかなかのものですな。演説プログラムを止めるんだ。みんなおかしくなっちゃうじゃないか。ワールド3の忠実なしもべ、そうなれたら幸せではないですか。ねえ、日暮さん。そうでます。ワールド3はお給料がいいでます。たくさんレアチップが買えれてます。やっぱりお前が犯人か。みんなにマリコ先生に何てことするんだ。確かにちょっと気は引けたでますが、あ、そういう良心は残ってるんだ。日暮さん。そうでます。レアチップのためならそれも仕方ないんでます。ダメだったわ。そんな汚れたお金で集めたレアチップなんて全然羨ましくないぞ。刺さってる。うるさいでます。そこまで言うなら足とナンバーマンを倒してみせるでます。ナンバーマン。イン。500。ナンバーマンはなんだろう。数字の攻撃でもしてくるんか。ああ、なるほどね。理解。あ、これむずいわ。前に行った方がいいか。あいつ動かねえから。あいつ動かねえから、アイスクエイクとかいいんじゃないの。これ3マスだったよな。3マス前だね。あいつ動かないから地面も反応しないの、もしかして。そんなことあるクロスが2発でいいやな。あっ、まあいいか。ミニボム2発でいこう。今入んなかった？あー、ロールちゃん。いいね。HP 結構危なかった今。あ、連打が私の遅いんだけど。あ、これキャノンじゃない。あ、これハイキャノンか。早い時と遅い時の違いなんだ。あ、なんだ。あー、ソードが通らないの痛いな。リカバリー使っちゃうか。
あーソードしか出ねえ、ソードしか出ねえ。キャノン使っとくか、キャノン使っとくか。一旦待ちでもよかったけど、これ硬さがあるのかな、マジマジ出目が悪すぎる。なんで連打がそんな遅くなるのよね。もう、あ、間違えてるし無駄にしただけ一旦てか一旦無駄にしたのにチップが入れ替わってないんだけど、もうこのまま連打で倒しちゃおう。あ、来た。あー倒した。なんか地味な戦いだったわ。よし金ゲット。ギヌヌグヌヌじゃないんだ、ギヌヌ。ほらやっぱりあんたの勝ち考えは間違ってる。ヌヌヌ、そんなんじゃせっかくのレアチップがかわいそうじゃん。ネット君ちょっと言い過ぎだよ。そうか、もっと言っていいよ。だってそうだぜ。出ます、ネット君の言う通り出ます。こいつは流されやすいのかな。これからは真面目にウイルスバスティングしてチップを集める出ます。心を入れ替える出ますから、ネット君もまたチップを交換してください出ます。いいよもちろん、ただしみんなを困らせたんだからその償いはしなきゃ。だからこれからは何かみんなの役に立つことをやるようにしなよな。さあネット君、サーバーを再起動して学校のネットワークを元に戻そう。いけるの？そういう権限はあるの？あ、みんないるわ。てか校長は？え、そんないきなり電源聞いて大丈夫？大丈夫なんか。メールどうだ？うん、演説プログラム止まったよ。やったわね。お、おめえもちょっとやるじゃねえか。ちょっとじゃなくてかなりでしょ？わわーな。いいよ、どっちだって。6万。6万?6万って誰？6万何？お疲れ。うん。でもまだ疲れちゃダメだよ。次は2時間目。英語の授業だよ。英語か。サーバー直すんじゃなかった。平和。今日は大変な日だったね。あ、なんだ？そういえばさ、今日って、何？メトロラインが開通する日、あ、そうなの？で、科学省に遊びに行って、パパをびっくりさせようよ。それでこの前メールに書いてた僕の強化プログラムついでにもらってこよ。いいね。はい。ちょっと2時間程度と予定してたんですけど疲れたので今日終わってよろしいでしょうか。あー、なんかすごい、あれ小学生だよな。小学生って X とか Y とか使うのか。申し訳ないです。2時間予定してましたが1時間ぐらいだね。ほぼ1時間しかやってないですけどまた明日もやるのでお願いします。ということで今日は終わりにします。お疲れ様でした。バイバーイ今日は大変な日だったね、本当はね